アイテム番号 SCP-222JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-222JP はサイトの隅の 1.5 メートルの防音壁構造で囲われた標準的な動物 SCP 収容用の部屋に収容されます。許可を得ていない限り SCP-222JP の収容室より半径20メートル以内には飼育係の D クラス職員と関係者以外は立ち入ることはできません。 SCP-222JP には GPS 機能をつけた SCP-222JP の持ち物の首輪を常時はめさせ、 SCP-222JP が通り過ぎた際にも居場所が特定できるようにしてください。またSCP-222JP の収容室にはスピーカーや放送機等を設置してはいけません。世話用のロボットアームの設置も、SCP-222JP の性質上推奨されません。SCP-222JP の収容室は、常時カメラで監視をし続けてください。SCP-222JP の世話をする D クラス職員には、防音機能のついた無線用マスクの装着が義務付けられます。26の事故からこの収容方法は変更され、SCP-222JP への新たな実験も停止されることになりました。詳しくは事件記録 SCP-222JP-A を参照してください。SCP-222JP の世話をする際に用いられる D クラス職員には、できる限り発声障害を持った者が選ばれます。発声障害のない D クラス職員には発声をさせない暗示をかけてください。職員が SCP-222JP の影響を受けてしまった場合には即座に無力化ガスを部屋に流し、非影響者を拘束した後に A クラスの記憶処理を施してください。説明。SCP-222JP は黒首輪が付けられ、黒い毛並みと金の瞳を持った U の幼体の家猫です。首輪は発見時から装着されており、発見時の SCP-222JP の体重は約 1.1kg で、体重は、年経った今でもほぼ変化していません。SCP-222JP は人間好きな性格で、しばらくの真人間と一般的な交流をとっていないと、動物によく見られるストレス性の病気を発症してしまいます。病状のまま放置しておくと、SCP-222JP が SCP としての性質を発揮した時に予期せぬ結果を生み出すことが多々あります。SCP-222JP は22に、剣の、1、倉庫で、拳銃で口から脳髄を撃ち抜かれた2つの指定暴力団、グミと、グミの構成員の死体と、あたりに散らされた使用痕跡のある麻薬と高額紙幣とともに、地元の警察により発見されました。現場の警察が大声で事件現場の概要を同僚と伝え合っていたところ、SCP-222JP は地面に溶け、警官たちの前に現れて泣きながら通り過ぎていったようです。もちろん警官たちは影響を受け、概要確認もそこそこに現場検証を終了する。妥協。押してしまいました。この事件より異常を確認した財団により、26に同件の編集済みで SCP-222JP の捕獲が行われました。しかし、初期はまだ SCP-222JP の性質について判明していなかったために、エージェントたちは SCP ではない黒猫を持って帰るという妥協を犯してしまいました。次の捕獲作戦で、編集済みで SCP-222JP は捕獲されました。ヤクザどもは、健穏な雰囲気で麻薬取引をしてて、どこかで爆発したのかな。そこにあの猫奴が通りがかって、みんな死のう、麻薬は楽しく使おう、ってなったのか、博士。SCP-222JP は、半径10メートル以内で複数人が約70デシベル以上の声量で言い合っていることを知覚すると、近くの地面から出現し、よく通る声で一度泣きながら、言い合っている人々の間を通り過ぎます。
ついで泣き声を聞いた人々は、言い合っていた議題に対し、通常なら立場や状況等の上から納得できない条件で双方、妥協、し、妥協案をお互い実行、認知し合います。この時第三者が実行を阻止しても、非影響者は異常な旅力で抵抗し遂行しようとします。この精神的汚染は A クラスの記憶処理で取り除けることが明らかになっています。SCP-222JP が地面から現れる際には、元の場所にいた SCP-222JP は、好みでつけている装飾品以外をその場に残して、まるで液体のように地面に溶け込んで消えます。複数のグループたちに分かれて人々が言い合っている場合には、SCP-222JP は地面からグループの数分複数出現し、グループの間を通り抜け影響を与えることが23の実験により明らかになりました。その後 SCP-222JP たちは一体以外の全員が地面に溶けて消えます。また、SCP-222JP は、年前に確保されたにもかかわらず、未だ生体になる兆を見せません。何らかの方法により無線機等から発せられる音声の無線電波等を傍受し、内容を知覚した上で電波の発生源たちが10メートル以内であればそこを通り過ぎる性質があることが26に発生した事故から明らかになりました。ポイ1。対象2人1組の D クラス ×3、実施方法 SCP-222JP の収容室にスピーカーをつなげ、付近の1室で一つ一つのグループに、編集済み、波動やったらもっと住みやすいところになるのか議論させ、それを収容室に流します。結果収容室内の SCP-222JP は地面に溶けて消えました。それと同時に3つのグループの元にそれぞれ1体ずつ出現し、泣いてから通り過ぎた後に1体を残し地面に溶けました。その時 GPS から、対応する座標に3つ反応があった後2つの反応が失せたことを確認しました。また、B クラスのグループは全員その場で即座に自殺を試みて、命への措置が間に合わず死亡しました。SCP-222JP が現れた当時、B クラスたちは社会のネガティブな面について話し合っていました。分析ビーコンが3つ対応する座標についていたことから、SCP-222JP は、分身、していることが明らかになりました。また、分身した後の個体は1体以外消滅するので拡散の恐れはないと思われます。メモ社会のネガティブな面について話し合っているところを妥協させたら首吊りとは、見たくなければ死ねばよいってことか。あの猫やっこには、感情と決断を急がせるような性質もあるんじゃないかね。それが妥協か、博士。対象 D2945 と D2946、実施方法無線機を持たせた D2945 を SCP-222JP の収容室の中に配置し、D2945 の持つものにつながる無線機を持たせた D2946 を10メートル以上離れた付近の1室に設置して両方とも大声でコミュニケーションを取らせます。議題は何でもか。結果 SCP-222JP は一瞬動揺している様を見せましたが、すぐに地面に溶け込み D2945 の元に出現し、一度弱々しく泣いてから通り過ぎました。すると D2945 は急に、何かを実行しかけて途中で止める動作を連続して繰り返し、2分45秒後に動作を止めました。記憶処理を施しても、D2945 は正気に戻りませんでした。D2946 には特に影響はありませんでした。分析 SCP-222JP が混乱しながら、かの特異な性質を発現させたのが原因と思われます。この実験は、SCP-222JP をむやみに妙な実験に使わせないべき事実を提示しています。メモ踏む。この猫やっこにも対応できない事象。状況は存在するみたいだな。そこをついたら何を妥協させたらいいかわからなくなって、
ひどい目に遭わせるみたいだが、博士。ポイニ。事件記録 SCP-222JP、A。日付26、場所サイト。の SCP-222JP 収容室、外用防音マスクをつけた D。7251が SCP-222JP に与える餌を用意している途中に死亡し、傍受していた職員の制止を振り切り、財団を出た後何をするか大声で話しました。すると大音量が込められた無線機の電波を感知した SCP-222JP が地面に溶け、再度地面から現れて D クラスの股の間を通り過ぎました。D クラスはその後、編集済みを行った後、死亡しました。分析 D。7251には剥離病の毛があり、悪質な性犯罪から D クラスへと転用されたことが、編集済みの原因と言われています。この事件以降、SCP-222JP の世話に用いられる D クラスは発生障害持ちが好ましくなり、そしてこの事件をきっかけに、博士の要請と応募の承認により SCP-222JP を扱った実験は停止されることになりました。目も奴にはいわば自然の力がある。こうなる、と思っていても、ああなる、ことが多々あるんだ。あともう少しで D クラスの、収容違反、が起こるところだったんだぞ、博士。